し、5レース着スタートを切りました山口多聞選手です。よろしくお願いします。します今回、まあ、前受けから突っ張ってっていうような形で、まあ、磯島選手を、一社受け入れてまくって一着っていうような感じになりましたけれども、まあ、レース振り返っていただいてそのあたり組み立てっていうのはいかがですか。まあ、そうですね、一番希望だったのは、まあ、後ろ中段から流れ乗って先行だったんですけど、まあ、誰もいなかったら前で走りますと言ったんで、まあ、一応想定の範囲ではあったそうになりました。最後押し切れるなっていう感覚ありましたか。まあ、ギリギリどうかなって感じだったんですけど、まあ、なんとかバックも流れたんでそこは行けました。まあ、先ほど、まあ、共同インタビューでも、言ってましたけれども、まあ、地元の応援団が今回、あるので、まあ、地元勢を、ね、応援してっていう声援がだいぶ聞こえてたと思うんですけれども、そのあたりご自身いかがでしたか。そうですね、あれぐらいの規模の応援があるのと知らなかったんでまあ走りながらちょっとすごいなみたいな圧倒された感じだったんですけど、まあ、すごいめちゃくちゃ聞こえたんでとても力になりました。じゃあそのあたりは明日にも、追い風になりそうですね。そうですね、明日も、はい、力に変えて頑張りたいです。では、まあ、一走しての、まあ、コンディションだったりっていうのは一言いただいてもいいですか。まあ、足の状態はそんな悪くはないかなとは思います。では、まあ、ちょっとね、今現在だと二次予選がねちょっと壁にはねなってるような感じはあるんですけれども、まあ、地元ですし、まあ、明日地元の先輩がね後ろ回ってっていうのもあると思いますけれども、二次予選に向けての意気込みをお願いします。はい、明日も精一杯自分の走りできるように頑張ります。よろしくお願いします。